TV 2ヶ月ぶりにやってまいりました。ですね、今日初めて見たんですけど、ユーストリーム の, あのニュースに、おとばか .tv 取り上げていただいてます。イエーイはい、これからもね頑張っていきたいと思います。まずですね、最初ダイジェスト映像を見ていただいたんですけれども、おとばか .live ボリューム、違うわ、ボリュームは関係ないですね。いろんな、今まで7回やったんですけど、その映像を皆さんに見ていただきました。なんとですね、今回は、次回行われますおとばか .tv、おとばか .live ボリューム8のゲストで出ていただきます滝田亮平さんに、来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。亮平さんです、はい、よろしくお願いします。皆様はじめまして、こんばんは。今日ここに来るまでチャック全開でした滝田亮平です。よろしくお願いします。危なでもこっから上見えないね。こっから上しか見えないから大丈夫です。はい、亮平くんなんですけれども、はい、結構妙は昔から知ってるんですけれども、はい、皆さんね、知らないと思う方もたくさん見てると思うのでね、質問とか応援メッセージどしどし、ここで妙を見てますので、皆さん送ってください。お願いします。イエイイエイ、お願いします。はい、そんな感じでですね、滝田さんがですねゲストなわけなんですけれども、はい、これまで出演していただいたゲストの方もね、もうすごいいっぱいいるんですよ、はい、でその方をですね皆さんにちょっと見てもらいたいと思うので、はい、今から VTR を見てもらいたいと思います、はい、それでは VTR どうぞ。
次の切り絵を作ってくださって、しかもそこにたくさん素敵な切り絵を見てます。はい、みおちゃんのシルエットを切り絵にした限定のこの、はい、グッズです。バカドット TV ライブの様子を皆さんに見ていただいたんですけれども、いろんなゲストがたくさん出てくださってます。そしてですね、見ている間に、ちょっとだけコメントが入ってるので見たいと思います。はい、あつこアペースアペースさん合ってます？こんばんはって言ってますよ。こんばんは、こんばんは、こんばんはばっかりですね。こんばんはばっかりです。どっこいしょ。でも今ちょっと映像を見てたんですけど、結構個性的な方が多いですよね、はい、思ってたよりも。そうなんですよ。結構このイベントはですね、私が仲良くしてもらってるアーティストと、あと芸人さんと出てもらってるんですけど、うん、コントあり、歌あり、まあ、笑いあり感動ありみたいな感じのイベントになってるんですけど、出てる方めっちゃキャラ濃いですちょっとどうすればいいんですかね、その。いや、まあ、もうクールな男前キャラで。まだクールな男前キャラが。ないんで、その枠は。しょっぱな自己紹介で着全開って言ってたっていう。そこはもう。大丈夫、大丈夫です。大丈夫。全然大丈夫。はい、いや、なんか皆さんコメント、こんばんはしかくれてないっていう。なんか質問あれば全然どんどん答えるので、りょうへいくんに質問どしどししてください。はい、よろしくお願いします。はい、そして音バカドットライブボリューム8でですね、りょうへいくん歌ってくれるんですけど、はい、もう曲とか決めてるんですか？いや、まだ全然曲を決めてなくて。今までライブしたことありますよね。まあ、何度か、まあ、その数えるぐらいですけど、うん、何度かやらせていただいて、で、まあそこで何を歌ったかな。でも何歌ったんですか？オリジナルとかじゃなくて。あ、オリジナルはなくて、もう完全にもうカバーばっかりやらせていただいて。で、まあ一番最初に多分一人で歌ったのが多分米米クラブ。例えばじゃない方。どんな？ロマン飛行。ああ、そう、ロマン飛行で、それが初めて一人で歌うバーに立って、うん、もう緊張しすぎて、もうその時の記憶がないぐらい。逆にその一人で歌初めて歌った時って覚えてる？はい、覚えてますよ。自分が？ちなみにそれは外で歌ったのが初めてですか？で、うん、あ、もう全然覚えてますよ。あ、強っ。強っ。いや、でもライブでは緊張しないんです。あら、まあすごい。そうなんです。逆に、うん、みんなの前で歌う時にはテンションが
上がるんですよ。なんかおっしゃーみたいな。ただ控えてる時、あの今から出番っていう時に、うん、そわそわしあうんあそれはもうあるやん。それは基本的に普段はちょっと7人ちょっと団体で動いてしまっているので、動いてしまってて変化で変やけど変やけど、その、まあ、7人ぐらいで動いているので、うん、急に1人になるとやっぱ寂しくなるし、うん、やっぱ誰からのフォローもない状況で1人でやるっていうのがもうやっぱ一番緊張はあるよね。確かになんか、うん、皆さん元気ですかって言ってシーンやったら、そうこの後どうしよ う, そう出花くじかれるじゃないけどそうだからね、このアーティストにこう声援を送るときはいつも元気よく送っていただいてほしいなと思います、うんうん、いや本当それお願いしますって感じなんですけど、うん、はい、あのもうなんか質問があるかな、ちょっと待ってくださいよ。みょんさん顔薄くないってどういうこと今日で薄いのえどういうことかな、多分なんだろう、光の感じからなんか薄く見えます、普通ですよ。今日薄くないですよね、うん、だいぶ濃いっていうのも変やけど、濃くもないですよ、うん、濃くもないけど薄くもないです。こんばんはみょうちゃん久しぶりだ、くらくらさん、んくらくらくらげさん、くらくらくらげさんファンかな、はい、いえはいこんばんは、こんばんはみょうちゃんお久しぶりだ呼んでくれたそう、あと滝田さんどこぞでお見かけしたと思ってましたか、以前ゲストで来られてましたか、はい、はい、まあ僕としては初めてなんですけど、以前、はい、あの違うユニットとして来させて、はい、そうなんです、そっくりさんがね、そっくりさんが、僕のあの双子の弟かというお兄ちゃんかというぐらいのあの似た方がね、青い方が、うん、青い方、はい、また別なんでね、また別なんで、はい、別なので、アーティストのタッキー、次に行きたい美術館は博物館ある、博物館、美術館、最近あの博物館とか美術館に行くのをハマってまして、うん、それはなんかキャラ作り的な感じじゃなくて違うわ本気で、変なイメージもそうあるんで、本気で、ま、感性を磨くというかね、うん、そのまあ話題作りにもなったりとか、あ勉強ですか、そう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 、博物館って何見に行くんですか、なんかもう歴史の、とかそう、逆に見に行ったことないやろ、多分いやないですけど、うん、あのドゥーブル美術館、ドゥーブル言ってもてるやんルールブやったっけルーブル、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 そうルーブルや、ルーブル合ってる、合ってる合ってる、そうにはいつか行きたいなって思うんですけど、うん、日本のは行ったことないです。いやでもいいです、その前行かしていただいたのが、うん、天野さん、まあ、ファイナルファンタジーとかの絵を描いてる方の絵を見に行かしていただいて、やっぱそのやっぱ描く人によってその感性が違ったりすると、うん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 、でこっちの受け取り方も全然違うんですよ。だからそこで感性を磨くっていう、見に行ってとりあえず見に行って、何おすすめないんですか、これ行きみたいな、おすすめはでもそのルーブルとかは、うん、あのあどうなんやろな、僕からしたら結構面白いんですよ。どう面白いんですか、どう面白い、その極端に言うと、うん、シュールじゃないけど、そのなんやろ、あこの絵ってこういうとこも凝って描いたりしてんねやとかで、うん、一番好きなのは、うん、夜景、夜景、うん、工場の夜景、うん、工場の夜景、工場の夜景、そう、あの高速のところとかによくあるなんかセーラームーンの、そうそうそう、セーラームーンあのクリスタル東京的なやつあるじゃないですか、南高の方かな、セーラームーンクリスタル東京について誰かちょっと送ってもらっていいですか、そのヒント、いや多分見てる人分かる人いてると思うんですよ、すっごいなんか綺麗な工場のとこがあるんです、うん、あでもそこはそういうとこは、うん、そのマニアックじゃないけど、その、うん、パイプがこういう風に複雑に通ってるとか、いやもう分からん世界に入っていってる、そういうちょっとマニアックな感じが好き、それ全然分かんないちょっとほんまにちょっと DVD 今度渡すから見て、うん、あじゃあ、まあ、ラプンツェルの DVD 渡すから見てくださいね、ラプンツェルは知ってる、もう博士ぐらいラプンツェル博士、いやもうさっきあの打ち合わせの時にね、私が鏡を出したんですけど、ラプンツェルの鏡を出したんですけど、全然両陛下分かってなくて、アナ雪とか言ってたんで、ちょっと勉強してもらおうかなと
でも全然知ってますよそれは、はい、でどんな話かちょっとラプンツェル、うん、ラプンツェルは基本的にはあのマッチ売りの少女のちょっとこう新しい版現代版っていうか、うんうん、あのマッチをすることはせえへんけど、うん、絶対見てないよね。なんせ知ってんのは髪の毛が髪の毛が長いことは知ってる。髪の毛長いのは多分みんなわかると思う、うん、髪の毛長くてこうってドライヤー当てるの大変そうやなとか思う俺は。あの世界ドライヤーないですから、ね、作ろう作っていこう。おいおいゲストを困らせるなってもう怒られてしまう。怒られた。神戸市立博物館は大英博物館だよってどういうことですか。神戸市立博物館は大英博物館だよっていうことよ。教えてもらったんですか、うん、これそう教えてもらった。ありがとうございます。博物館と美術館は何が違うんですか。博物館と美術館の違い何やろ、うん、何やろ。いや知らなさすぎて分かんないんです。でも見に行こう。その博物館でやったりとか、うん、その美術館俺も分かれへんけど。分かんないんですか。俺も分かれへんそこまで。え、うん、ハマってるんじゃなくて。ほらもう滝田さん無理しないでって書いて持ってるから。無理しないで、はい、いや本当にそうライブそうライブライブおとばか .live でですね良平くんが歌う曲をちょっとリクエストもらったらいいんちゃいます。僕が、あ、でもまだ決まってないんですよ、うんうんうん、1曲も。なんか歌ってほしいって曲があれば今ですよ皆さん。もし何かあのこれを歌ってほしいって思う曲があれば、うん、今リクエストしていただければ。じゃあまだみんなから曲考えてる間に私がリクエストしよう。はい、モクレンの涙歌ってください。モクレンの涙、あれですね、会いたくてのやつ。会いたくて。いやでもそれちょっと世界観入りすぎて。いや美術館とか見に行ってるぐらいから大丈夫でしょ。ちょっとまた違う世界観やんですけど。いやめっちゃ歌ってほしいんですけどね。すでに缶ビールいっぱいやってらっしゃるって。そうなんです、はい、いただいております。私ソーダチがサイダーをいただいてますけど、いやなんか今コメントバーって見てるだけでも、はい、博物館タレントみたいになってますよ。違う違う大丈夫ですか。違う違う、なんか一番好きなのはその工場とかを見るのが好き。その複雑に入り組む物見て興奮するんですか。興奮で、なんか好きなもの見たらアドレナリン出るんじゃない、うん、なんかあこういう風になんねやとか、あそこ通すみたいな。っていうのももともとあのいつや、10代は、うん、あの配管工をしてて。配管工ってどんなことするんですか。あの言ったら、まあ、マンションに住んでるとしたら、うん、消火器のあの水出るとこって一箇所やねん。この階に階がこうあれば、うん、ここってあんの、うん、でそれのパイプがこう家全体に巡らされてるわけ、で火事になったらプシャーって水出たりとか、スプリンクラーみたいな。そう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 、ありますあります。それをやってて、であここはこう通すんや、ここを通すんやっていうので昔からあって、10代から絶対おかしい、そこ通すんやっていうのが一番その興奮じゃないけどなんか楽しくなる、うん、あ、うん、ディズニー好きとパイプ好きみたいな。全然違うやん。いやでも好きなもんは多分アドレナリン上がるから一緒やと思う。そうそうそう、配管マニアって言われましたよ。そう配管マニア。以前ライブで歌った愛の塊をもう一度聞きたいです。いや愛の塊はねやっぱキンキキッズさんは、うん、どんな歌ですか。愛の塊ってどんな歌。え、歌ったんじゃなくて、セミナーとかでのクリスマスなんていらないくらい日々が愛の塊。わかんない。ここ分かれへんかったらもうどないも次に続けようがないわ。でもキンキキッズガラスの少年ぐらいで止まってるんですよ。Stay with me ガラスの少年。いやもうあれぐらいで止まってる。好きで、うん、あ、ほらクリスタル東京分かる人いた。クリスタル東京、さっきミョンさんがおっしゃってたのは堺あたりで高速から見える工場群のことかなんかなって思ってました。そこそこです。そこ、それはセーラームーンと関係があるの。いやなんかセーラームーンのクリスタル東京の
場面そっくりなんですよ、夜行ったら。まあその堺のそこが、うん、行ってみてください、工場めっちゃかっこいいね。あのタキシード仮面、うん、タキシード仮面が似てるって言われる。え？タキシード仮面、うん、あのこれつけたら、え、じゃちょっと今度つけてきてください。今度あの次出させてもらうときはハロウィンやから、ハロウィンやからつけてきてくださいこれ。え、ハロウィンっていつ？え、10月30ぐらいいちゃいます？10月30日ってことはハロウィン期間だからこれつけてこれますよ。そう、じゃあ次はもし出させていただける機会があればタキシード仮面で登場して逆にそこミオちゃんがラプンツェルとかで考えたら何のストーリー性も生まれへんから困るけどねじゃあミオセーラームーンで行けますよ、セーラームーンで、うん、え、うん、センスがいるよ配管って上から言われてるよ。そう、いや配管工はやっぱセンス、まあ、図面は図面がこうあってこう通してってなる、うん、なるのよ、うん、でもやっぱこの方が近かったりとかこの方がその設計的に良かったりとか、うん、いや絶対頭使うやつです、ね、そうそう使うよその、うん、絶対頭使うやつ。でもめっちゃ楽しかった、今思えばね。え、もう一回こう俳優とかタレント業やめてやろうと思います？それはないでしょ。そこまでは思えへんけどそこまでは思えへんけど、うん、ああ、ライブ楽しみにしてますって言ってくれてる。ありがとうございます。タキタタキシード仮面、タキタタキシード仮面絶対言いにくいやね。タキタタキシード仮面、タキタタキシード仮面、そうなんですよ。そう、ライブのチケットとかなんですけど、うん、あの皆さんどうやって買えばいいのって方いると思うんですけど、うん、もう2人のツイッターもそうなんですけど、うん、もうブログとかに行くよって入れていただいたらもう全然行ける感じになってるんですけど、はい、前売りで、それは前売りの値段で行けます。そしてライブに問い合わせるのも OK なんですけれども、できればどっちかのツイッター、フェイスブック、ブログとかにね、うん、あの行きますって書いてくださったらそれで OK です。はい、ん？なんかこれ、はい、ツイッター、ツイッター両陛下のツイッターここに、あ、僕の、は、ありがとうございます、はい、上がってるので、これぜひぜひ皆さん、はい、よろしくお願いします、はい、これブログかな、ブログにも、このブログもあるんで、ってらーん、あるので、ぜひぜひ、皆さん、ライブ行くよって一言お願いします。そして、さっき、その、リクエストどうか、なんか言ってたんですけど、女性ボーカルの曲が聴きたいっていうリクエストが入ってるんですけど。あ、僕の。うん。じゃあ、歌いたいんですよ。え？でも、女性ボーカルって難しくないですか？いや、意外と、女性ボーカルの歌を歌う男性の方とか、いてると思いますよ。でね、その、どっかそのカラオケでね、うん、カラオケというかそのそういう場で歌わせてもらったことがあるじゃないですか、うん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 、僕らね。で、教えてもらうんですよ、僕が。このミオちゃんに。このってね。このって。いや、ちょっとみんな聞きました。このって。違う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 。うん、その、うん、教えてもらうっていう、その、うん、なんか言ったら師匠との初共演じゃないですけど。とんでもないんですけど、カラオケでね。カラオケでね。ここもうちょっとこうした方がいいんじゃないってよく言われてるよね、はい、全然聞いてくれなかったですよねそこを今踏まえてここまで成長して、はい、めっちゃ用意よいや本当にね、もうめっちゃ昔から知ってる。何年ぐらい前から知ってるんですかね。でももう3年、そんなに、4年、4年ぐらい、うん、かな。そんなに長っ。なんかそこまで深く絡むことはなかった。そうね、結構なんかこんな感じ、浅い感じ、浅い付き合いがずっと続いてで、何度かライブも見に行かせていただいたりもして、うん、で次ね、で同じステージに立つっていうことになったので、はい、まあ、緊張もありで、あんま僕一人で歌うことがないので、あ、じゃあセッションしましょうよ。セッション言えてなかったですか。セッション、セッション、セッションしましょうよ一緒に、うん、なんかあればなんかしましょう、うん。てか、あの4年前ぐらいからそうなんですけど、これ言ったらあかんかもしれないんですけどね、私すごいあのアルパカに似てるって言われるんですでも亮平くんも似てません言われるいや、なんか1回目を牧場に行った時に亮平くんおるって見せたことありますよね、うん、これに似てますよねって言ってアルパカの写真見せられて似てるけど、めっちゃ似てたんですよ。ちょっとねクールなアルパカやったんですよ。なんか髪型がちょっと決まってるような亮平くんやと思って、うん、系統似てるってことですよ。そう似てると思う。でもいや、その 通,
2アルパカのセッション。2アルパカのセッション。アルパカセッション。見てほしい。アルション。ション新しいアルションを見てほしい。ライブに来ていただける方は交互期待という。いや、ほら。はい。クリスタル東京ってググったら出てきた？どことなく工場って、ね、あの画像が出てきたらしいですよ。画像え、そんな滑舌悪いですか？画像をちょっと見てみたいけど、これ見てみたいけど、うん、終わってから見よう。終わってからほらアルパカってみんな笑ってますよ。 UCW でライブ聞いたことありますって。どういうこと？あれユニバーサルシティウォーク。あーすごい。わかるやろ。今第5ぐらいすごかったですよ。第5ぐらい。第5って結構なんかアルファベットで喋るじゃないですか。、うん、それぐらいすごかったですよ。やっぱ基本的にやっぱ、うん、OS 俺すごいから。やばい、うん、第5や。すごい。これすごい。もうトイレのことかなと思って。ああ、なるほど。あ、知ってる。あの、来てくれたんですよ。うん、良平さんの、あの、ファンの方が。あと、たくさん歌ってほしいですって書いてるんですけど、今回多分結構たっぷり良平タイムがありますよ。そうなんですよね。だからもう、ちょっと怖くて、そんなに大きくじゃないわ、そのいろんな歌を、うん、曲を歌えるのかっていうところで、なんかいた。当たってた。なんかね、うん、そのトークもやっぱりね、うん、ありきでやりたいし、うん、めっちゃ喋り得意そうですよね。全然そんなにことないですよ。ほんまですか？うん、一人で喋るほど苦痛と思ったことがない、今まで。なんか一人の方がなんかスラスラ出てきそうな感じですけどね。あのやっぱ誰か一人ストッパーがいてくれんと、あ、ツッコミ役みたいな感じの、うん、やっぱどこまでも行ってしまって、結局どこまで言うねんぐらいの。あ、じゃあもう後ろからツッコんできます。そうやったら隣来て。あ、そっか、うん、そうそう、今日のタッキー知的。そうなんですよね。知的、タッキー基本的に知的なんですよ。だから、うん、TC ですよね。 TC タッキー知的。新しすぎて、うん、知的。いやもう怒っていいんですよって来てもらってるから。そう、デモリーションマンに突っ込まれてるから、うん、私怒っていいんですよって言われてました。いやでもね、女の子には怒れないんでね、僕は。え、私怒るこ、怒らすこと言いました？ずっとですよね。うそ。本当にやば。ちょっとちゃんとしよう。そうそう、なんか、うん、グッズがあるんですか？グッズ？なんかグッズの紹介などって書いてたんですけど、グッズ？グッズはない。なんかね、そのまあ写真とか出せたら出したいなと思いますね。あ、なんか普通にこんな人撮ってる写真とか。え、こんな人撮ってる写真？それ普通すぎません？なんかもっとポージング。そうそうそう、ポージングね、あの滝に打たれてる写真とか、ね。いやもうなんかキャラが分からなくなってくるんですよ。ふんどし一丁で佇んでる姿とか、ね、絶対しないでしょ。そっちの方が価値あるでしょ。あ、まあレアレア、うん、こうやってピース私服でピースするよりは裸になってふんどし姿とか、あ、この用を足してる時の後ろ姿とか。そういう面白い方、面白いというか、うん、なんかレアな、一般の方は絶対撮れないような、うんうん、一般の方って変やけど、みんなは、うん、うん、だから、うん、ね、みおちゃんがこのソーダ飲んでる姿とかの写真打ったら多分みんな結構あ、それ飲む時の喉越し良さそう、みおちゃん。わけが全然知的キャラちゃいますよ。大丈夫？今全然大丈夫。TC TC TC 竹田知的難しい。ん、これだけは歌いたい曲とかありますか？戻してくれた。でも僕ね、あの、安室奈美恵さん、安室奈美恵行きますの方だと思うけど、安室奈美恵さんが好きなんですよ、うん、なんか一曲は歌いたいなと思うんですよね。ほうほう、どんな歌？しっとりした方の。しっとりした方。うーん、結構前の曲とかがいいですかね、それやったら。 Can you celebrate とか、うーん、昔の歌。今あーんが外人さんに。たまに外人さん言いますよね。あーんみたいな、うん、そう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 、うん、え、 Yes, yes, yes。 写真、これ何、うん、何写真？裸？
ふんどしかな。ふんどし。ふんどしの写真欲しいらしいですよ。たまにね。たまにね、そのそういう方もおるんですよ。グラビアポーズでお願いしますとか、あの写真の方のリクエストが結構多い。ほら、袴姿でパイプ担いで。まあまあえぐいのリクエストしてくんな。いや絶対それ。まあでも一回やりたいですよね。ねその夜景をバックに袴姿で。パイプ持ってるっていう夢ではありませんね。ちょっとちょっとしたね。そうでしょ、うん、なんかミリオンみたいな。ちょっとだけね、やってみたいなって。鼻ほじってる写真をお願いします。鼻ほじってる写真って。いやもうみんな音楽音楽のリクエストお願いします、ね、音楽のリクエスト。そう、はい、いや写真の方いっぱいあるから、これはちょっと撮って売らないといけないんちゃいます。そうそう、だから明日ぐらいに袴で、うん、パイプ持ってパイプ担いで夜景を見ながら鼻ほじってる滝田亮平を一旦撮りたいなって思います。 ただその写真は5万円ぐらいしますけどね。5万円買う人いてるかもしれないですよね。パイプ担ぐってこう肩をこう、そうね、結構痛いし、うん、そうそう痛いし。やばい、大丈夫？大丈夫かな。なんかイメージが、知的のイメージとかけ離れてるんですけど。イメージなんて崩してしまうものやから。あ、そう、うん、イメージというものなんて。いや面白い。最初だけやから、うん、うん、そう潰していく、うん、はい。りょうへくんは、はい、歌を歌うだけじゃなくて俳優もやってるじゃないですか、はい、タレント的な、はい、この間テレビつけたらね、はい、テレビに出てたんですよ。はい、言って大丈夫やったんですかこれ。全然大丈夫です。なんかちょっとあったらこんな活動してるとか言った方がいいんちゃいます、せっかくやし。あ、普段ね、そのそうそう、普段って普段のプライベートみたいな感じで、そのまあテレビで、うん、あの何やろ、通販っていうのかな。 そうですよね、そのまあこれが商品としたら、うん、まあこれはこうです、これはこうですって言って売るっていうか、うん、はい、そういう販売もさせてもらったりとか、はい、いやびっくりしましたよ。なんか朝かなんかに見たんですけど、あのもこみちさんがなんかこう上からオリーブオイルかける感じのテレビあるじゃないですか、うんうん、いやあそこ狙ってんのかなと思って朝出てるし上からかける感じのテレビって面白いの。もこずキッチンや。あ、もこずキッチン、そうです、あんな感じのを目指してんのかなと思ったんですよ。なんかまあでもそれはありますよね、滝津キッチンも。そろそろやってる2代目もこずキッチンじゃないけど滝津キッチン、滝津キッチン、うん、やばい、それもアシスタントで出たいですね。そうそう、もうマンションの7階ぐらいからオリーブオイルかけたいぐらい。絶対無理、絶対かからへん。だからもうそれがもう面白さよね、うん、今日はかかるのかみたいな、今日はかかるオリーブオイル今日かかるのかみたいな。風が多かったら無理、うん、そうそうそう、そういうのもやっていきたい。そう、なんか CM も出てましたもんね。CM も 何個か出させていただいて、うん、マンションの CM であったりとか、うん、でまあちょこちょこやらせていただいてるんです。すごいな。なんか基本的にはずっとこの俳優っていう、はい、まあ、舞台であったりとかお芝居であったりとかさせていただいて、うん、で最近歌もこうちょくちょくすごいマルチすぎませんやらせていただいて、うん、でまあ うまくはないんですよ。うまくはないんですけどね。、はい、やっぱやりたいっていう気持ちでこう前に進んでいきたい。ほうほうほう、まあワンピースでいうルフィみたいな感じで海賊王じゃないですけどね。海賊王になるんか。海賊王じゃないですけど、やっぱり、うんうん、将来的には麦わら帽子かぶって絶対かぶらないやっていきたいですよね。もうなんか返しが全部すごいズバ抜けて、どう言ったらいいか分かんない感じになってるんですけど、はい、そう、あのそう俳優業とかもそうなんですけど、もう歌は覚えれるんです、うん、でも今コントをやってるんですよ。コントをやってて、うん、コントもおバカキャラでやる役なんですよ。パピとペポっていうやつなんですけど、うん、ペポ役なんですけど、台本覚えれないんですコントの、うん、なんか秘訣ないんですか、なんか台本を記憶すぐできるとか。だからまあそのページを破って食べる。それアルパカ。だから僕ら二人に共通することはそれだけなんですよ。それだけ、うん、やっぱ原点アルパカなんで、アルパカやから食べたら、うん、うん、それもありますし。じゃあ真面目に真面目に。なぜ読む、うん、読む読む、うん、何回も読んで、何回も読んでその全体の流れを知るとか、そういうことの方がやりやすいんじゃないですか。いやなんかそのね、
コントも、まあ、15分ぐらいなんですけど、結構長いな。長いんですよ。ね、あの最初から最後まで読んでる間に最初の分もう忘れていくんですよ。いや、なんかアルパカ以外の動物が出てきたんですけど、うん、本当にめっちゃ難しくて苦戦中なんですよ。でもしこれで私もなんか舞台ミュージカルとかもディズニー好きやから、うん、ああいう系の出たいなと思っても絶対無理みたいな、なんか秘訣があれば本当に教えてほしいなと思って、うん、でも自分もそのこうお芝居とかやっていく中で、うん、自分セリフを覚えるなんか絶対無理やったって思ってたんですか、うん、でもなんか、なんかやりたいっていう気持ち、うん、バイブスバイブス、うん、があればバイブスいけるんじゃない。あ、なるほど、うん、バイブス持ってじゃあメモも台本か食べて、うん、そう、やっぱそこ一番最初にね、そう台本食べてやってみようと思います、うんうんうん、お、これおっと、お、イエイイエイ、今日はですね、なんと明日、はい、良平くんの誕生日ということでサプライズです、イエイイエイ。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear 良平くん、 Happy birthday to you。 ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。めっちゃ急なサプライズな感じだったんですけど、びっくりした。はい、めっちゃいい感じでケーキを、はい、ありがとうございます。はい、お誕生日なんですよね。そうなんです。はい、明日、今日15日ですか。今日15日です。はい、僕16日がわお誕生日で、はい、あれすいません急に出てきたからちょっとびっくりしてもっていや、ほんまに、え、なんかまあ、お誕生日明日迎えるわけじゃないですか、はい、明日からまた1年間ね、うん、目標とかこんな風に頑張っていくみたいな意気込みがあったらどんと。目標はね、うん、今目の前にあることを頑張っていく、うん、それがタキズキッチンです。よろしくお願いします。イエーイ。やばい、キャラこんな感じでしたっけ。びっくりした。そう、いろんな変化をしていく、うん、変化しすぎ、うん、七変化、七変化、うん、ありがとうございます。本当にいや、もうみんなハッピーバースデーって書いてくれてるんで、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、もういっぱい喋ってたんですけどね、はい、真面目な話でね、はい、あの来月のですね、10月9日にあるおとばかドットライブボリューム8に出ていただくね、意気込みとかをね、はい、ちょっと皆さんに言っていただけたら。うん、はい、うん、なんな、何、急に。なんかもう、まあ、初めて出演させていただきます、はい、でまだ歌とか、まあ、自分の持ち歌とかもないんです、うん、カバーをさせていただくんですけども、うん、まあ、みんなに、まあ、面白かった、楽しかった、かっこよかったと思っていただけるようなステージにしたいと思ってますので、よろしくお願いします。イエーイ、お願いします、はい、めっちゃ楽しみなんですけど、はい、なんとですね、今日ね、私今月のおとばかドットライブボリューム7で初披露をして、あの3ヶ月間ずっとギターを練習してたんですけど、はい、なんと今日はここで生演奏ができるということなんで、はい、ちょっと私の相方ちゃんをお呼びしたいなと思う、はい、よいしょ、ドドンドドン、これ私の相方ちゃんなんですけど、うん、派手なギターなんですけどね、これでですね、今日は皆さんに1曲披露したいなと思うんですけど、よいしょ、横で、はい、横で何してくれるんですか。横でこうやってやっておきます。最後オリーブオイルかけてください。オリーブオイルかかるかな、はい、じゃあかけといてくださいよ、はい、これには。じゃあこれ見えてますかね、皆さんギターちょっと1曲披露しようと思います、うん、お願いします。はい、それでは、おとばかドットライブでこの間披露しましたテイラー・スウィフトの曲を弾きたいなと思います。それでは聴いてください。よいしょ。I seen a city, I don't know. Cause like we have a century and a mass. Say you need a space.
this? What? Did you come around again and say, baby, how you so a sweat and gonna change? Just me, remember how I lost you for a day. I say, I hit you, we break up, you call me, I love you. Ooh, we call me a tequila. Specky fights and me, my phone's reading on a light. A new Halloween friend, your peace of mind. With Sam and you, I got that much cool with the mind. Ooh, we call me a pumpkin last night.私で演奏していきたいと思ってますので、皆さんぜひぜひライブの方に来てください。お願いします。お願いします。横でどんなんしてたんですか？私いっぱいいっぱいで見れなかったんですけど、いや、やっぱいい曲聴いたら体が勝手に動いてしまうっていう昔からの癖がね。あ、癖が出てました。5歳から身についた癖があるんで、やっぱ今聴いてたレバー、うん、レバー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 がやっぱり、うん、納豆の方ですね。よかったなと思って、体が勝手にこう、うん、よかった、フロアで動いてしまうやばい私ですね、3ヶ月間ね、猛練習1日3時間やってギターをやるようになったんですけど、うん、これからちょっとそのカントリー系をねちょっと目指してたんですよ、うん、テイラー・スウィフトさんとか、うん、あとハナ・モンタロさんとか、多分わからないと思うんですけど、結構日本で知ってます？ハナ・モンタロハンナ・モンタロですね。ハンナ・モンタロ、はい、あのちょそういう感じの人になりたいんで、あ、その人たちはギターを持ってるなと思って、うん、練習しようと思って練習しだしたんですけど、うん、
なんか最近ねお姫様になりたいってずっと思ってるんですけど、うん、お姫様って何でも作れるんです。作れる？作れるんですよ、はい、ティアラとかをお店に買いに行ったりしないじゃないですか、うん、言ったらお姫様は、うん、私なんでお店でティアラ買ってんのやろと思ってきて、うんうん、急に妄想がすごいんですけど、うん、ティアラを作ってみようと思って、でこの間2日間かけてティアラ作っちゃったんですよ。いや本当にブログに載せてるんですけど、うん、で髪の毛とかも人のセットとかするのも、うん、なんかちょっとお姫様を妄想したらできる気がしてきてできちゃったみたいな感じなんですけど、ん？いやなんかそのね、うん、ここにブログが載ってるのでぜひぜひ皆さん見てほしいんですけど、いや最近何でもできる気がしてきて、うん、もうめっちゃふざけてる。何でもできる気がして、うん、なんかこうギターもやってみようと思ったんですけど、うん、その良平くんもね歌絶対いい感じに、うん、私聞いたことあるんで、うん、あれなんですけど、うん、できると思うので、うん、ライブすごい楽しみにしてますよ、うん。いやでも自分でそのティアラ作るとかすごいですよね。いやでも魔法にかけられてっていう映画でお姫様がカーテンからドレスを作ったりしてるんですよ。あれね。いや楽しかった。あの映画絶対知らんでしょ、ね、映画2年前の。そう2年前ではないんですけど、2年前ではないやつやけど、はい、うん、楽しかった。ね、カエルとか出てくるやつ出てこない。出てこない。でも楽しかった。あれはあれ見たことあるんですか。魔法にかけられてですよね、うん、急に街にバーってお姫様が、あ、そう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 、そんなふわっとしてふんわりとしてる。いやもうお姫様みたいに何でもできるようになろうと思って、うん、でも喋るのは一向にできないんですけど。いや全然今でも十分じゃないですか。いやでも前代未聞すぎてわからない。どういうこと？前代未聞すぎて。いやなんか真面目な話してもなんかこんなするからどうしようかなってすごい汗出てる。逆に真面目なことができないんでね。そんなキャラ、うん、真面目な話を全然知的じゃないです。いやできないんですよ。嘘でしょ。その場でふんわり乗り切るっていう得意性だけを持ってる人間なんで、うん、マジですか。そうなんですよ。ふんわり、いやめっちゃ褒めてくれてるよ、うん、ギター弾けて英語の歌歌えたらお芝居のセリフも覚えられそう。何でもできちゃう。ほらお芝居、映画にかけられ、魔法にかけられてる。魔法にかけられてね、うん、いやできない。妄想族きた。いや私妄想族ですから。パイプ族でしょ妄想族、うん、いや妄想は世界を救うよ、うん、いやほんとそれ、うん、男のロマンでもあるし、うん、女のロマンでもあるし、うん、いや男の人と多分妄想してることはちゃいますけどね私。、うん、お姫様の妄想なんか基本的に男って極端に言えば、うん、透明人間になったらっていう、うんうん、これを掘り下げていってしまうと、うん、俺はこの先やっていけない可能性があるので。なんで言ったんや。でもそれだけやっぱ男性は多分みんな思ってること。一番そのね最初のその、うん、もう透明人間になれたらっていうので僕はこの世界に入っていつかできるんじゃないかって。大丈夫ですかこの放送今回。大丈夫、それだけを夢見てこの世界に入った、はい、いやそんなんで全然結びつかないですよね。今喋りながら迷ってたでしょ絶対。全然本当に、うん、迷うこともない。、うん、迷うことなく自分の道を進んでいく。それが滝田ズキッチン、うん、よろしく。オリーブ上からかけるよみたいな。じゃあそんなことじゃなくて、はい、良平くんの、はい、ツイッターとブログをもう一回ちょっと皆さんに覚えていただこうと思うんで、はい、ちょっとテロップ出してもらっても、はい出てきました。これ良平くんのこれツイッターですかね、ブログの方です。はい、はい、ぜひぜひ皆さん終わってからもう一回チェックしてみてください。そしてツイッターボン、はい、ボン、はい、ツイッターがここにあるのでこれも皆さんフォローしてください。お願いします。なんか告知することありますか。ないです。とりあえず今度の10月9日の音バカドットライブ、はい、来ていただければ、うん、それで満足でございます。放送禁止に気をつけてって言われてますよ。はい、いや本当に、はいはい、ライブ皆さんぜひ来てください。そしてですね私もライブが告知があるのでちょっと皆さんにどんとお伝えしたいと思います。まずはですね21日なんですけれども、大正リバーウォークビレッジ
ていうところ、あの京セラドームの横の川のとこなんですけれども、一度させていただいたんですけれども、ここでフリーライブをします。あの外なので皆さん簡単にペペンって見に来れると思うので、ぜひ見に来てください。そして、シルバーウィークなんですけどね、22日、なんとなんとミオですね、ナンバーハッチで出演決定してます。イエーイ、ありがとうございます。あのこの間オトバカドットライブでですね、あの初めて発表したんですけれども、急遽決まったんですけれどもね、ぜひぜひ皆さんナンバーハッチで私の、ライブをですね見に来てください。お願いします。はい、そしていつもじゃないや、さっきも言いましたけれども、10月6日オトバカドットライブ、ミオワンダーランドボリューム8ですね、今日のゲスト良平くんも出ますので、ぜひぜひ皆さん来てください。お願いします。お願いします。イエーイ、待ってます。そしてもう一個なんですけれども、昨日から、1週間またあるんですけれども、朝の8時からと、夜の12時半からですね、富士子の部屋というサザナ TV というところの番組でですね、あの一個のコーナーとして、パピとペポというコントをやってるんですけれども、昨日から新しくリニューアルされたもう本格的なコントをやってるので、よかったら今日も12時半からやってますので、ぜひぜひ皆さんコント見てください。お願いします。イエイイエイはい、そんな感じでですね、いっぱい喋ったんですけども、はい、良平さんですね、どうでした今日は。いや、楽しかったですね、久々にこの、無理難題な方のって言いますけど、良平くん結構そのお互いやばいと思う、お互い化学反応起きていいケミストリーがね、さすがアルパカ、誰がね、今度からね、来週からはこの2アルパカで、そう2アルパカで頑張っていきたいと思うんで、はい、応援のほどよろしくお願いします。来週から違うわ、来月、びっくりした、10月9日ね、はい、また2アルパカで、うん、はい、滝田さんならきっとできるって書いてある。ありがとうございます、まあ、僕に不可能ことはないんですけどね基本的には。いや本当にリクエスト何曲も出てないですけど、はい、具体的なものが出てないんですよね。具体的なもの出てないんですけど、まあ、でもとりあえず女性ボーカル、はい、女性ボーカルのやつとか、はい、頑張って、うん、まだ歌ったことないんですよ、女性ボーカルの歌も、うん、なんで聞きたい、はい、また来ていただけたら、その聞いていただけるかなと思います。あれだけやめてくださいね、1曲だけ歌ってずっと喋るみたいな本当はそれがしたかったそれが一番理想いやもうせめていっぱい、ね、はい、いっぱい歌ってもらって、うん、はい、なんかね、最低でも7曲は歌いたいなと思うんで、7曲、はい、うん、歌えると思うんです、7曲十分で、多分ね、来週から僕がここでレギュラーを務めてると思うんで、いやですよ、ここは私のホームですから、違う、あ、そう、違う。いやほんまに、あの皆さんぜひぜひツイッターもチェックしていってくださいね。そしてですね、明日お誕生日ということでサプライズあったんですけど、はい、あ、本当にありがとうございますありがとうございます、はい、あとでケーキをみんなで、はい、いただきたいと思いますいやもうめっちゃ急なサプライズでしたね、はい、びっくりした、ありがとうございます本当に。いや本当にさっきこそこそとこそこそとしてたんですけど、あ、ありがとうございますリクエスト考えますって言ってるんで、多分ツイッターの方に書いてくれるんじゃないですか。ぜひぜひ、はい、はい、2アルパカ頑張ってくださいね、頑張ります、はい、もう2アルパカになってしまいましたけど、アルバム出します、アルバム2アルパカで、はい、どうしましょう、いや本当にあの今日は賑やかな感じですね、1時間特別企画ね、あの ディズニーじゃないや、オトバカドットディズニーそんな出てきてないけどね最後の最後でディズニー出してくる、間違えちゃった、うん、あのオトバカドットライブのですね、はい、特別企画ということで今日オトバカドット TV をやってきたんですけれども、皆さんどうでした、楽しかったですか、イエイイエイはい、そんな感じでですね、次回のですね、10月6日のですね、あ、9日ちょっと9日のオトバカドットライブ、あのぜひぜひ皆さん、あの見に来てください。そしてですね、次回のオトバカドット TV なんですけれども、ドン、10月の20日火曜日21時からまたまた生放送でやりますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください、お願いします。はい、それでは今月ね、あのめっちゃ喋って、はい、もう喉乾くぐらい喋りましたけど、はい、もう言い残したことはないですか。いや、もうないですよ、僕はもう
満足ですよね。今日はもう誕生日も祝っていただき、おしゃべりも 2AP かっこいい、 2AP 2アルパカ、あ、そういうことか。最後の最後で分からなかった。2アルパカ、楽しかったですってめっちゃ入ってくれて、ありがとうございます、ありがとうございます。それではですね、皆さん次回も、楽しみにしてください。そして10月9日オトバカドットライブボリューム8、良平さんと共に頑張るので、皆さん見に来てください、お願いします。それではまた来月お会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。